皆さんこんにちは、ネチバタチャリネチャリブラムグッソジルマさん。はい、テンションの落差がすごい。いや本当にもう箱根です。箱根までやってまいりました、はい、というわけで新カード紹介、ふぃーやばーい、ふぃーホワイト、イエイ。はい、ということで何かと言いますと、YouTube では新カード紹介ウィーク題しまして、はい、2月18日とホワイトと殺情ホワイト、面白くなっちゃった走りきれなかった、箱根駅伝だけど走りきれなかった。はい、これ YouTube では新カード紹介ウィーク出しまして、はい、2月18日発売、シーローダークサイドパック闇の切り立ちの新カードバンバン紹介しております、はい、ぜひまずにチャンネル登録よろしくお願いします。まだまだね、新カードあるんでね、今日含めて、はい、でも結構上がってもいるので、うん、このあたりもね、見てない方は見てない方ご覧ください。見た方がいいよ、見た方がいいよ。やるのかなと思って待っちゃったよね、我々ね。たまにはすかしていかないとね。そうそうそう、はい、というか情報はなくしていかないと、はい、本日もね、すごいカード持ってまいりました。よっ、本日の進化でこちらでございます。ダン、暗黒の御曹司黒ユレシア。あらら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 、暗黒の御曹司ときました。御曹司ですよ、悪味団ですよ、皆様。悪味団です。悪味団の、悪味団ですよ。お待たせしました。覚えてますか、悪味団。悪味団でございます。はい、というわけでカードの詳細、ヤーの後に見ていきたいと思います。いくぞー、ヤー。はい、ということで新カード紹介いきましょう。はい、はい、早速カードの中見ていきたいと思います。闇火の8マナです。8マナ、ね、暗黒の御曹司黒ユレシア、はい、デーモンコマンドドラゴンスラッシュ悪味団。悪味団、うん、悪味団覚えてます皆様。ご存知ですか、悪味団。アクミだ。まあまあ、まあ、ずっとピンときてないかもしれない。アクミだ。アクミだ。アクミだ。あのアクミだ。あのアクミだ。アクミ高いね。はい。アクミ高い。アクミ高い。アクミ高い。アクミちゃん。アクミちゃん。何？はい、ということでクリーチャーファン1万2000でございます。革命チェンジ。革命チェンジ。おお。そうなんです。アクミ団っていうのはドレミ団とかさ、あのハムカツ団みたいなやつか。あれも闇火のやつらが悪味なんですね。そうですね、悪味なんでしたね。ちゃんと革命チェンジ持ってます。持ってますと。革命チェンジ、闇また火のコスト5以上のドラゴン、うん、闇点、ね、うん、からできると。なるほど。でトリプルブレイカー、自分のドラゴンすべてにスピードアタッカーを与える。おお、すごい、すごいね。このクリーチャーが離れた時コスト6以下のクリーチャー1体自分の墓地から出してもよいというね。あらー、非常にスペック高くまとまった1枚。そうですね、でございます。はいはいはい、ドラゴンデッキがすごいことになりそうな、はい、で革命チェンジの強さはね、今更説明するまでもないかと思うんですけども、はいはいはい、今日ねドギラゴンバスターとかバフチョヘンザ、はい、なんかと同じような条件を持っておりまして、でも結構これ簡単だよね、うん、簡単。今イービルヒートとかもさ電動から戻ってきたりさ、はいはい、してるので、かなりいろんなところから革命チェンジしやすい。そうだね。しかもドラゴンすべてスピードだっか、高速で出したやつもガンガンいく。強いね。ってことはこいつ除去んなきゃいけないじゃん。そうだね、はいはい、除去ったら離れた時、コスト6以下のクリーチャーが墓地から出てくる。なるほど。非常に噛み合った1枚。厄介ですね。厄介。そうなんですよ。面白い。でしかもすごいのが、離れた時なんだよ。お、何かと言いますと、このカード掛け目に出しました。うん、でも、もし残ってきましたと。次のターン、このカードにもう一回掛け目にします。うん、はいはい。けれど、離れたよね。離れたね。墓地からなんか出てきたよっていう、ね。マジか。例えば、闇火だったらイービルヒートも出るし、はいはい、リンネヴィーナスの出しちゃったり6なんでするっていう、かなり面白い。今までちょっと闇火って実はあのドグライーターとかデモンカズラ、はいはいはい、デモンカズラだったんですけど、ちょっと普通のドラゴンデッキは使いにくいからって、ここがとがってるだけね、うん、とがってますよ。そこにこの1枚来たんで、黒ユレシア面白いね。今まで革命チェンジしづらかった文明に来たっていうことで、かなりこれでデッキ組む幅とか、ただもちろんカットアンドカツキンからもチェンジできますよね。確かに、そうっていうところで非常に戦略広がる1枚、面白いですよ、なんじゃないでしょうか、うん、それこそヒーローズダークサイドパックに入ってる、うん、ダークオブザルナ、はい、あれもあれでしょ、6マナの6マナです。ドラゴンゾンビだ。ドラゴンゾンビチェンジできますね。チェンジできますね。ってことはだからあれでアタックして何かこう引っ張りながらこいつにチェンジみたいなのもできる。できます。なるほど、面白いんじゃないかと。そう、本当にね、あの革命チェンジってあるだけですごい幅広がるので、デッキとの幅も広がるし、うん、なのこの闇火のこのいわゆるちょっと汎用っぽい効果がすごく意味あるんじゃないかと。いやー思いますね。要注目ですよ、このかなり今いろいろ考えられるなと思ったんですよ。はい、むーちゃんいかがですか、革命チェンジ。そうですね、やっぱカツキングからチェンジしたとして、次のターンに出したカツキングはもうスピードアタッカーになるってことで、そうです、うん、そうですね、いいですね。
いいですね。しかもガチっぽいですね目線が。そうなんですよ。しかも例えばだけど次のターンに出したカツキングでこいつを手札に戻しながらこいつの効果で持ちから釣ったりもできる。できる。で出してカツキングでもう一回パンチして回収できると面白いですね。すごいんですよ。本当にこのカード幅が広がる1枚だと思いますが、がかっこいいねイラスね。かっこいい。でもこれだけじゃないんですよ。これねこのね悪味団のイラスト好きなんだよ。そうかっこいいね。かっこいい。植物と、うん、食虫植物とドラゴンの組み合わせ、ね、植物感じなんですが、うん、誰ですかこの悪味を使っていた方。デュエルマスターズ VS レボリューションファイナルのヒロインといえば悪味何ちゃん。悪味じゃないんだよ。さっき出てきてよくわかんない。何悪味ちゃん。ヒロインといえばはいうつぼみカズラでしょう。ということでいやこちらもヒーローレアございます。あるというわけでこのヒーローレアの方はこのクルイルシアの、まあ、使いであるうつぼみカズラが一緒に映っているというね。うん、なるほど。うつぼみカズラってなかなかとんでもないやつです、ね、すごいよね。すごい可愛い感じの女の子なんですけど、うん、実はとんでもなく黒いというか、まあまあまあ、ね、ダークサイドな、ダークサイドなやつ、ダークサイドだね。そうちょっとねこのね悪味団の、まあ、見た目はこのねある種うつぼみカズラが表現してるというね、はい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 、言っても過言ではないようなキャラクターなんですけど、うん、このちょっとイノセントな感じなんですけどやれみたいな、うん、ちょっと ねちょっと雰囲気違いますよねやっぱこっちこっちでね。そうですね。そういい感じですよねなんかね。そうどっちもねすごくいいんでこれはかなり悩むんじゃないかなって。そうですね確かに、はい、いいっすね。いいもの。はいということで、はい、こちらの方入っておりますのは、はい、はい、2月18日発売ヒーローダークサイドパック闇の切り札たちでございます。ああ、ありがとうございます。チェックしてください。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、いろんな闇のカード満載なんで、うん、闇ばっか強くなっちゃうね。そうだね。困ったもんだね、うん、いいのかね。いいんですよ。ビン君だから主人公が。そうです。やった。はい、ということで闇の一年にしてやりましょう。闇の一年でした。去年末引き続き闇に染めてやりましょう。じゃあ今回のパックも文明別トーナメントやりますか。俺闇とんとこいいよ。俺たち困りますね。闇の一人だけでカード全部忘れちゃう。なんなら使えないカードしかないみたいな。そうね、全部レインボー。はい、という感じでございますが、はい、まだまだね、新カードを紹介していきますので、ぜひ今の時にチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、ジュエルマスターズ。バイバーイ。あくみちゃん、イエイ。どうも、今美香です。なちゃんです。ということで今回ですねデュエチューブの公式 EC サイト、デュエチューブショップの商品の再販がスタートいたしました。早速ラインナップ紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらデュエチューブ T シャツ。デュエチューブのロゴがドーンと入っております。はい、これ私も着てるんですけども、はい、シンプルで可愛い。はい、こちら3サイズ展開となっておりまして、僕が XL を着ていまして、こちらが L サイズ、そしてムーちゃんには M サイズを着てもらってます。はい、続いてはこちら、はい、デュエチューブスポーツタオル。こちら思ってたより大きいです。大きいです。バスタオルくらいにも使えそうです。はい、デュエチューブのロゴがドーンと印刷されておりまして、はい、後ろが黄色になっております。おしゃれデュエマカラーです。そしてこちらデュエチューブプレマット。はい、こちらですね、おきつね先生の描いた出演者5人のイラストも入っております。かわいい。そして結構大きめのサイズですね。そうですね、使いやすいサイズになっております。はい、そして最後はこちらじゃん、デュエチューブスリーブ。ーこちら64枚になっております。ということはオリジナルでもアドバンスでも使えますね。はい、その通り。さらにですね、今回歳末感謝キャンペーンといたしまして、4950円以上お買い上げの皆様にこちらじゃん、デュエチューブステッカーを1枚プレゼントいたします。そしてですね、さらに1万円以上お買い上げの皆様にこちらデュエチューブステッカー3枚をプレゼントいたします。さらに送料無料でお届けさせていただきます。はい、ということでデュエチューブショップ再販開始いたしましたので、ぜひ概要欄をご覧ください。ほなまた。